そう、あれから数年が過ぎた。地球はマリウの手から救われ、人々は平和な暮らしを送っていた。過ぎ去りしマリウとヴィヴァンとの戦いも今は人々の記憶から消え去ろうとしていた。来た、第三元。あ、ロン、上がりだ上がり、ピンフのみ。この野郎！その優れた美貌を持ちながら麻雀一筋に生きてきた鋼の女、逆上しては雀卓をひっくり返す村のある性癖は彼女を孤独にしていった。ちなみに独身、恋人なし。うるさいわね。それ、ロンです。くそ、またやられたか。これで今日の点滴代はダダですね。生まれつき病弱な彼女の唯一の楽しみは麻雀であり、また入院費ですらその麻雀の腕前によって稼ぎ出していた。マスミ君、マスミちゃん、マスミ君、しっかりするんだ。マスミちゃん、ごめん、それ受け取れない。え、どうして？小学生のくせに麻雀をしてることはママが付き合うなって。じゃあ僕塾に行く時間だから。かーかー、小学校全国ジュニア麻雀大抗戦優勝。しかし世間の目は冷たかった。たかし君に嫌われちゃった。たかし君に好きになってもらおうと麻雀大会で優勝したのに、バカな私。大宇宙を麻雀で制覇せんと企む悪の魔女ウラドラーは、銀河雀帝連邦の3人の勇者の追撃に深く傷ついていた。ウラドラーは力を振り絞り、自らを4つに分け、傷ついた体を癒し、力を蓄えるべく地球に潜入したのであった。
浅上ピン、君にはピンズの力を与える。浅宮真澄、君にはマンズの力を。そして浅尾咲、君にはソーズの力を与える。その力は各自のスーパーで上がった時に遺憾なく発揮される。君たちの使命は、4つに分かれて地球に潜入したウラドラーの分身を見つけ出し捕獲することだ。なお、君たち3人にはピンチに陥った時秘密の力が発揮されるようにしておく。任務完了の報告を期待する。今日から君たちはセイバーエンジェル。ここか。日本で唯一プロの雀士を育成している学校だそうです。ここからじゃコンパクトのウラドラー反応は得られないわ。とりあえず中に入りましょう。あたしはさっさと事件を解決して早く故郷に帰りたいっすからね。ちょっとあんたね。何かそのうち役に立つのではと、とりあえず連れてきたおまけ的存在。特殊能力なし。マスミ、あなたは生徒となって潜入。生徒たちから情報を収集して。はい。私は教師として。そうね、まだこの学園に入れる年じゃないから。うっさいわね。仕方ない。こそこそと隠れながらいろいろ探してみて。そんな。
わせていくつになるかしら。それ。キュン。Thank you.
Thank you.